今日の、すいません、ちょっと気管支炎と副鼻腔炎で。今日の、その、このラジオのね、仕事の前に、なんか、ちょっとまあ、大事な仕事というか、まあありまして、はい。で、入り時間があったんですけども、まあ、それより、まあ、45分入り時間より早く入ったんですよ。ほうほう。まあ、それはなんでかって聞かれると、その、まあ番組の、まあ、まあ、シミュレーションをするためなんですけどね、一人で。で、まあ、準備。まあ、全部の仕事がまあほとんどそうしてるんですけども。で、まあ、そう。あんまりそういうんじゃないのもあるような気もするヒルナンデスとか。名前は出すな、番組の。え？俺はさ、ヒルナンデスは別の場所にいるからさ、俺は。別の場所ってどういうことだスタジオに入ってるから。いやいや、楽屋にいるじゃないか。後ろ上がってくでしょ、上に。実際にスタジオで、本番のイメージトレーニングしてるから。スタジオ行ってってこと？はいはい。リハーサルじゃなくて？じゃなくて。イメトレしてるから。もうそう、あんまそれ信じられないけどね。いや、その、してないと思うけどね。まあ、遊び、余白を作れ。で、まあまあまあ、ちょっと、大事なお仕事。今日は、まあ、45分前に入ったんですよ。で、だいたい誰もいないだろうなと。まあ結構早いもんね。前だから。10分15分だったらね、いそうだけど。で、ガチャッと開けたら自分の楽屋ね。マネージャーの岡田がいたんですよね。45分前なのに、ね。まあ、岡田マネージャーっていうのはね、皆さんも、まあ、あまり聞いたことないと思いますけども。うん、まあ、我々のマネージャーで、46年は。いや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 。46みたいな見てくれだけど、はいはいはい。30いくつ ?3 とか ?32。32ぐらいだよね。まあ、ちょっと小太りの。毎日ね、仕事終わりにラーメンを食べるのが楽しみな。過去最高の体重をマークしているという。まあ、それはもう年々更新していくだろうね。そうそうそう。これからは。痛風のね、薬をココアで飲むという男ですけども。いや、座ってたんですよ。そしたら、あみたいな。おざすみたいな。あ、じゃあ岡田はまあ早いね、つって。行ったら、楽屋にあるテレビを、指さして、で、かなり爆音だったんですよ。テレビが。ほうほうほう入ってちょっと驚くぐらい、ぐらい。で、テレビ、岡田が指さして、ちょっとこれを見たくて、つって、J リーグのサッカーの、鹿島アントラーズとジュビロの試合で。なんかやってたね。そうなんですよ。で、岡田茨城出身だから、かなり熱狂的な、鹿島アントラーズファンなんですよ。あ、そうなの？あ、そう知らない。それは俺聞いたことあって。へえ。で、今日優勝が決まるんで、早く来て、テレビ局に。なんで家で見ればいい？なんだそれ。で、つまりその、サッカーの時間と、本番が、時間が近いから早めに入って。なるほど。だからサッカーやってる時に、その通勤しなきゃいけないってことか。そうなんですよ。だって早めに来て、楽屋で、でもね、そのサッカーの試合をこう、早く来て、見てたんですよね。1時間ぐらい前に来て。で、その間にもその俺のね、出る番組のスタッフさんとかロビーに行ったりしますから、コミュニケーション取ってね、なんかこう、仕事を増やせとかは俺は思わないです、一切。ああ、思わないよね。それだから、楽しみだから。岡田の。なるほどね。で、かなりの爆音だったんですよね、そのサッカーの。まあ、臨場感を持って見たかったんですよね。俺の楽屋なんですけど。全力で楽しんでんだ。100% で楽しんでるじゃん。サッカー。あれ、楽しむプロだから、あいつは。もう、アイドルの追っかけもやってたし。いや、だから、それはいいんだけどさ。時と場合によるじゃない、それはさ。はいはい、家でやってる分にはいいよ。爆音、なんかね、大きい、ボリューム大きくしてさ。そうですね。で、俺が何しに早く入ったかっていうと、まあ、シミュレーションしたいからなわけじゃないですか。ああ、言ってたね。で、まあ、俺が、そばに座ったんですよ。だから、岡田が明らかに、テレビの音量を小さくしたんですよね、リモコンで。まあ、それはするでしょう、はい。ありがたいなと思って。もうさ、まあ、普通だよね。で、俺は、まあ、ノートを出して、まあ、なんかいろいろ書き始めたり、したんですね。そしたら、岡田がこう、スーッと近づいてきて、俺の横に。ほう。
あのテレビを指さしながら、うん、あの大丈夫でしょうかって聞いてきたんですよ。おうん、だから全然いいよっつって。見ててもね。うん、あの俺も例えば、うん、アメフト好きだけど、うんうんうん、スーパーボールみたいなことなんだろうなと思って。なるへそ。鹿島ファンで優勝が決まるってことだから。しかも生見たいっていうのもあるし、うん、あるだろうし、ね。で若林がこの時間に入るだろうから早く来て見てたら、うん、若林が早く入ってきたっていう。なるほどね。状況だから。それだから本当に岡田真理ちゃんだったら誤算だったわけよね。うん、早く来てんじゃねえよって思った。うん、そうなんですよ。思ったろうね。で、うん、その大丈夫大丈夫全然いいよ。まあだって、うん、優勝決まるんだろうっつって、うんうん、見てないよっつって、うんうん、ありがとうございますってなってさらに音を小さくしたのも見えたわけです。はいはい。それはもうね。うん、気は使うでしょう、ね、そうそう。で、まあ、俺ノートで書き物し始めて、うん、試合はずっと続いてるじゃないですか。うん、で、岡田がね、うん、見てるんですけども、音を絞ってくれたのはいいんですけど、うん、シュートが外れたりすると、うん、ああこういう声を結構出す。うん、ああ、それは抑えられないもんなのかね。でも、そういうもんか、スポーツ、自分の好きな思いになるっていう。で、かさでも岡田ついてたことあるから、なんか、うん、なんか、声を出すじゃない、あいつ。あ、あ、やばいやばいとか。声出す。うん。なんか、思ったこととかやっぱり言っちゃう。止めらんない人なんだろうね。はいはいはい、止められないんだろう、ね。特にやっぱりそういうスポーツとか。はいはいはい。だとね。うん。やっぱ俺はなんか人類学かなんかの本で読んだんだけど、うん、やっぱ、声を女性が結構、キャーとか、大きく出すのは、うんうん、やっぱり男性より、その、体力とか腕っぷしがあれだから、うんうん、助けてくれる人をやっぱり呼ぶためだっていうことで、っていうのが結構歴史的にある。まあ、一説だろうけどっていうのがあるから、うんうん、まあね、岡田も声出ちゃうのはしょうがないと思うんですよね。いや、男じゃん、おじさんじゃないか。いや、助けてくれってちょっと違うじゃん。状況もおかしいしさ、男だしさ。それで、なんかまあ、立って見てるんですよね、テレビを。うん。うん。で、シュートが外れたり、シュート打ったり、シュート打たれたりする、あっ!うわ!いやぁ!あっ!ええ!って言いながら見てるわけですよ。で、その時点で俺は、うん、本当にそう。うるせえなと思ってた。そうだね。だいたいノーネクタイの、スーツで、立って腕組んで見て、シュートが外れたりしたら、あーとか言って両手を広げたりするんで、サイドライン際の監督みたいになってるんですよ。関係ないけどね。ただ、うちファンだからね。で、なんかこう、シュートが外れたりすると、こう、うろうろね、腕組みながら走ったり、なんかこう、ね、笛が鳴ったりすると、どういうことだみたいな、こう、手をね、こう広げたりしてるわけですよ。怖いみたいな感じで。邪魔臭いなぁ。あっ、うん、って言ってるわけですよ。で、まあ、うるせえなぁと思って、まあまあ、だから、ね、うるせえから、まあ、ちょっと先メイク行こうと思って。なるへそ。うん。うん、もうメイクに行ったんですよ。うん。で、まあメイクして、うん、で、まあ岡田すごい熱中してる。うんうん、まあまあ、うん、まあうるせえから、うんうんうん、まあちょっとトイレで、ほう。うん、ちょっとこう、うん、残りのね、シミュレーションしようと思って。ちょっと変えようと、場所を。うん、場所を変えて、トイレでこう、行って、うん、うん。うん。で、また、まあだから何十分か、うん、後に、まあ2、30分か後、うん、30分後ぐらいですよ。30分ね、あったら、試合があれかなと思って。まあそうだね、動いてるだろうね。そうそう。うん、終わって、たかな試合ぐらいの感じで、うん、楽屋に戻ったわけですよ。うん。うんうん、したらね、一回絞った音量が元の音量に戻ってたんだよね。チャンスじゃねえんだよ、なんだよ。やっぱでかい音量で見たかったっていうのは多分岡田ある。ずっと我慢したんだね。はいはいはい。うん。で、若林さんいなくなったから、これはチャンスだっつって。そう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 。またでっかくなってたんですよ。やってんの。音量がね。うん。元々の大きさに。うん。まあまあ、結構爆音な感じで。うん、まあ、それをほど鹿島アントラーズを愛してるんだろうね。うん、で、気持ちわかる。俺だってテキサンズがスーパーボール行ったらそうなるから。まあそうか、うん、まあそうか、うんうん、もうしょうがないのかな。で、本番15分前に、うん、はい、たまになんですけど、ちょっと、うん、スタイリストの福田さんと、まあ岡田とかマネージャーに、うん、ちょっと楽屋から出てもらうことがあるのね、俺。一人にしてもらうことがあって、楽屋に。ほうほう、なんだ、まあ、気持ち悪いなって言われるかもしれないけど、うん、一人で楽屋で何をしてるかというと、その本番に向けて、うん、シャドーボクシングをしてるんですよ。気持ち悪いよ。なんだそりゃ。なんだそりゃ。15分間?うん。まあまあ。うん。うん、それなんだ、それ何?あ、気持ちを。あ、もちろんもちろん。高めるってこと?そう、そらそうで、ボルテージ上げるために、シャドーボクシングしてるんですよ。あんまり、うん、ボクシング習ったことないんだけども。うん、そうだね。うん。まあまあ、
そう、そういうのもあるね。今日の仕事はそういうことをしたい仕事だ。まあ、全部の仕事はそうしてるんですけど、シャドーボクシングしてるんですけど。見たことないよね、昼なんですよ、前に。いや、それはおかしいよね、その言い方は。いや、ないんだもん。いなくなるぞ、4月から、俺だけ。そんなこと言ってたら、お前。いやいや、すべての仕事って言うから、うん。違うのもある。俺は、シャドーボクシングしたかったの、うん、今日は。うん。ね、うん、だけど、なんか、パッて見たの、テレビを。うん、鹿島アントラーズ対ジュビロの、今何分かなと思って。うん、したら、後半38分で。ああ、もうすぐ終わるじゃん。0対0だったの。あら、いい試合。うん、だから、その15分前とはいえ、岡田にそこで、今出てもらえるっていうのは、あまりにも。まあ、そうだね。シャドーボクシングしたかったんだけどね。うん、それもよくわかんないけどね。マネージャーがサッカー見たいってもうよくわかんないし。うん、で、俺が、後半38分0対0だなーとテレビを見た、ら、岡田が、俺に近づいてきて、これ引き分けじゃなくて勝たないと優勝できないんですよって言ってきたんですよ。つまりその、サッカーに興味があると思ったのね。俺は時間を見たんだけど。ああ、若林さん見ててと。そういう意味で見てるんじゃないんだけど。教えてくれたんだ。俺がこう、乗り出してテレビを見てた感じだから、ここ、ぐっとね。うん、今、後半何分かな、うん、あ、若林さん、これ、引き上げじゃ無理です。勝たないと優勝できないですよって、報告しに来て。おー、そうなんです。で、まあ、シャドーボクシングはしないままね。ああ、結局、うん、まあ、結局、一本目収録しに行って。あら。うん。ほうほうほう。うん。サッカー見せてあげたってことだね。で、まあ普通だったんですよ。シャドーボクシングしなかったから。うん、あんま関係なくて。普通に、まあ面白かった。よかった。まあ良かったじゃないですか。で、楽屋帰ってきて、うん、俺試合の終わりは見てないから、うん、どうだったって聞いたら、うんうんうん、引き分けでしたって言われ。あら、結局。うん。ほうほうほう。で、俺も、ああ、そうだったんだ、うん。で、優勝できなかったんだなと思って、うんうん、残念だったね。って言った後、なんだろうな、うん、0.5 秒ぐらい、見つめ合う時間、うん、無言で、うん、まああったんですよね、うん。その時間で岡田の目が、お前ラジオで話しそうだなっていう目をしてたんですよね、岡田が。俺がサッカー見てた話みたいな。なるほどね。その辺のなんかその、勘みたいな、何回もしてるからね。ラジオで話しそうですね。岡田マネージャー話を。みたいな 0.8 秒みたいな見つめ合いがあって。うんうん、まあまあ、それは今日のお昼の仕事。うん。うん、昼っていうか夕方の仕事。うん、それでまあ、日本放送入って。うん、でまあ、楽屋入ったら、こう、石井ちゃんだ、うん、奥田だ、聖堂さんだ、広瀬だ、まあ、いる、うん。まあ、テレビあって、楽屋に。うん。うん、一本グランプリ、私出たんですけど、はいはい、まあ、映ってて。うん。うん、で、まあ、皆さんは結果知らないけどね。うん、まあ、準優勝で、だったんですけど、うん、うん、まあ、一本グランプリって大喜利ですから、はいはい、なんかもう反省しかないですよね、オンエア見ても。あそこでああだったな、ああだったな、みたいな。ああいうことをしちゃいけないのなんで気づかなかった、もう反省しかなくて、うん、で、まあ、自己嫌悪に行くような感じ、まあ、反省ですよね。はいはいはい。なんで、あそこでああしちゃったのかなとか、の連続になって、まあ、オールナイトの前に、ちょっとそういう気持ちになるのはあれだなと思って、まあ、家帰ってから見ようっていう感じ。うん。で、あと、ね、なんか、ねえ、なんか、笑っていいもんか、笑って良くないもんか、皆さんもわかんないです。笑ってない、俺の答えでね、回答で、その、付け焼き場が笑ってなければないで腹立つし。うん、まあそうだね。うん、で、うん、長年の流れで、合間の三菱の CM が一番受けるっていう、うん、その、ほんと失礼な、やつらで。だから、ストレートは見てないってことだよね。そうなの。で、まあなんかこう、お笑いにね、関わる仕事全員してるわけだから、その本人が、一本グランプリ出た本人がいる前で、これつけてるのはちょっとやめといた方がいいのかなっていうぐらいの感覚は正直欲しいな、石井ちゃんなっていう。うん、気持ちはまあちょっとないと言ったら嘘になるよね。大好きだよ、俺は。つけ焼き場が。そのなんかセンス、感覚、うん。本人だったら言いにくい、言いづらいかな、みたいな。なるほどね。で、俺は別の空いてる部屋に、パソコンとノート持って映ったんですよ、今日は。映るね、今日は。うん、そうなんですと、うん。だからなんか俺が言いたいのはなんか、うん、ね、うん、あんま、うん、その、楽屋のテレビをもう一掃してほしいっていうことなのかな。もう、こういうことが。うん、繰り返さないためにそのことね。うん、ちょっと日本戦の訴えた方がいいぞ。
して、やっぱあれはなんだろう、それも一つの楽しみというかさ、うん、あの、何か面白いと思ってる人なのか知れるっていうか、うんうんうん、で意見があったり合わなかったりすることも楽しいじゃない。まあそうだね。うん、あ、そういうとこ面白いと思うんだ。うん、気づかない部分もあったりするからね。今日まででいろんな人と話して一番ぴったり意見があったのが、うんうん、岡田マネージャーだったのがちょっとショックだったんですけど。ああ、同じセンスってことね。あの、湯船に熱いからという理由で入らない、うん、岡田ですけど、ね。岡田、今日さ、まあ、別にまあちょっと M1 関係ないんだけど、岡田マネージャーで思い出したんだけどさ、久しぶりに事務所に行ったのよ。はいはい、それでね、トイレ行こうと思ってさ、うん、その行こうとしたら途中にさ、流しがあるじゃない、うんうん、そこの流しにね、そのマネージャーたちの、うん、さんたちのマグカップがこうさ、多分それぞれの専用のやつが置いてあるんだけどさ、はいはいはい、一個明らかに岡田のやつだって分かんなくてさ、うんはいはい、岡田のやつだけはさ、うん、ラーメン二郎のマグカップでさ、黄色字のラーメン二郎って書いてさ、で、そこになんかさ、なんか、どっかの店長からこのサインが書いてあるんだよ、マジックで。どんだけ好きなんだよと思って、思わず写真に撮っちゃいましたけどね。見たことねえと、ラーメン二郎の。なんか、ついになんか健康診断かなんかで言われたらしいね。うん、ちょっとなんか油中性脂肪だったから、うん、ラーメン取られたらもうやばいらしいね。まあ、そうか、それで、私のそうだね。先週も話したけど、パソコンみたいなもんだろうから。はい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 。なんか変わる。でも数減らす。だから、その代わりに運動とかしなきゃダメだよ、多分ね。ああ、そうだよ、ね。食べるのやめられないんだったら、マイナスの引き算をしなきゃいけないから、何かでね。もうやんねえだろうな。あの男は。あいつ、すごいよな。ラーメンとサッカーとアイドル好きで。うん、人生を楽しんでるよな。まあそうだね。ある意味羨ましいんだよね。それ好きなことがある人って。熱中できる。うん、いや、だってエロパソがそうでしょ、だって。まあそうだね。だから、その種類がエロパソしかないから。あの、エロパソの、うん、一日どれぐらいやってんの？いや、何回聞くんだよ。ねえ。え？ねえ。いや、もういいでしょうよ。もういいの？もういいだろうよ、その入りは。あの、うん、VR とかには行かないんだ。行かないのよ。VR 見た。なんだろう、VR に行かないの。見た、あんまだから、見たこともないし、興味もあんまないね。うん、あ、そう。だから、その、なんだろう、探すことが、やっぱ楽しいから。うん。うん。そのもの自体が、っていうよりも、はいはい。その日の気分にビタッと合う動画を探すっていうのが楽しい。何回言うんだよ、それ、お前。そっちが聞くからだろうよ。それ同じ答え出すよ、同じ人間なんだからさ。ああ、そうか。そんなものはね。いや、まあ、それはしょうがないんだけどさ。うん。でも、その、一日そんな2、3時間やってんの、お前。何年やってんの？いや、もういいだろう、それも。いい？うん。その話しかしてねえと思われる、多分、聞いてる人。エロパソの話しかしてねえな。で、ちょっと検索ちゃんで書けるネタ試したいからさ、ちょっと付け焼き場、今日3時ラジオ終わった後、うん、イマジンスタジオ全員来てもらっていいか。お客さんになってもらって、ちょっと試したいから。え？やんの漫才。付け焼き場。つけ焼き場に見せてどうすんのよ。こう何人、1、2、3、4。で、その、だってかけたいからさ、一回。いや、それかけることになんの、それ。うん。あ、見に来てんのか。見に来てる。ああ、ネタライブ見に来てるよね。じゃあちょっと違うよな。うん。うん、だからこういう時に、春日劇場があればいいんだよ。うん、うん、まあまあ、そうだろうね。ちょっと一回ネタかけたいって、うん、検索ちゃんの前に言ってたら、うん、立てるだろ。うん、まあすぐ、まあ、立てるわね。うん。うん、ね、それを作ってほしいけどなぁ、マジでなぁ。学ぶちゃんとなぁ。学ぶちゃんのテンション次第かな、じゃあ、そしたら。あ、そうだね。うん、学ぶちゃんがもし、まあ、この話次会った時にした、して、やりたいっすねーなっつって。言ったら、うん、まあ、考えてもいいかもしんないね。はい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 。うん、私一人でしょ、荷が重い。荷が重い。うん。うん、まあ、人数多ければ多いだけいいけどね。はいはいはい。うん。そのなんか、その、うん、ああいうのなんていうの、
そう、うん、そういう新しいこと やればいいね。クラウドファンディングみたいな、なんかそういうのを詳しい人と組んでさ。なんか春日と学ぶちゃんと誰かもう一人そういうの詳しい人。誰だろうな。まあそうだね。劇場を持ってる吉本以外の芸人がいいよね。そうそうそう。うん、三木谷社長とかとなんかパーティーとかよく知ってるもん。なんかやったことない。行ったことない三木谷社長が行くパーティー。そういう感じじゃないの？そういう感じじゃない。会ったこと、話したことないよ。そんなもん。そういうのがあったらね、お笑い好きのなんかね。そう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 。社長さんとかいればね。孫さんとかさ。孫さんとかと仲良くないの？いや、良くないよ。会ったことないよ。どのタイミングで会えるんだよ。今のを、ちゃんとこう、プレゼンというか、喋、うん、って孫さんに。うん、それで、春日、じゃあ、学ぶ春日劇場を作っちゅう。MK 劇場でもいいや、じゃあ、頭もちょっと。KU じゃなくて、あくまでも学ぶちゃんの方が先なんだな。そうそう。うん、まあまあ、そういう人が、そうだね。阿佐ヶ谷 MK 劇場っていう。そこで、その、東京の漫才師は腕を磨いてるみたいな感じでさ。毎日そこでね。そうそう、毎日公演があって。で、まあ、で手頃な。そう、30代のロングスカートの、履いてる方がいっぱい毎日来てくれてさ。いや、それでそこ限定しなくていいだろ。結果そうなるかもしれないけど。うん、最初からそれ限定しなくていいんだよ。いや、なんか女性も入りやすい空間に、ちゃんと空間プロデューサーとか友達いないの？いないよ。で、ちょっとおしゃれすぎず。ダサくない、入りやすいみたいな感じで、ね。女子トイレを充実させてね。そう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 。壁にブローチをいっぱいつけてさ。できないそれ化粧を直すスペースみたいなやつ。おっちゃんと大きくして。女子トイレの方が大きくて。大きくしてね。ちゃんと。うん、清潔感あるね。いっぱい来てくれるようにさ、うんうんうん、して。まあまあそうだね。うん。考えといてよ、本当に。まあまあ、頼むよ。うん。ちょっと話しとくよ、学ぶちゃん。でまあ、年末スケジュールになってくるじゃないですか。Hey. あの特番とか、うん、あのね、まあそうだね、番組の数が、いろんな、変わったね、年末っぽいお仕事が多いですよ。そうそうそう、うん、それで昨日はね、お昼から2時間の特番と、まあ通常回の、収録があって、はいはい、まあ2時間だとまあ4時間ちょっと。うん、まあ倍ぐらいね。で、まあ、1時間だと2時間ぐらい撮って、間1時間みたいな。うんうん、で、その、TMC から、うん、六本木のスタジオまで、うん、車で移動なんですよね。まあ、まあ、ちょっと距離あるね。世田谷から六本木だからね。そうそうそう。でね、検索ちゃんがね、うん、ね、10時入りみたいな感じだったかな。9時入りか。9時入り夜ですね。あ、9時入りか。うん、9時入りで、うん、で、その、普通のレギュラー番組の特番が8時半、うん、8時10分かな、うん、?8時20分か。予定が押して、8時半過ぎみたいな感じになったのかな、うん、で、計算してたら、うん、まあ30分ぐらいかかるとして、六本木まで、うんうん。1時間。で、ここで着替えとメイクと、ご挨拶行く。うん、で、あとリハもある。うん、ネタ番組だから、うん。ってなると、俺は2回は稽古したかったわけよ。はいはいはい。うん、で、それをなんか岡田マネージャー、うん、にも言ってて、うんうん。で、だけど、うん、ここで、時間が押したから、うん、このまま行くと結構、くじ入りが9時半とかなるかな、みたいな感じだったのよ。うんはいはい、だからまあ、二人で、うん、収録終わったら急いで着替えて、うん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 、で、岡田に運転してもらって、うん、助手席で俺はネタを、うん、まあ、頭の中で覚える。覚えるっていうか、まあ、一回、なぞる、うんうん。なぞりながら行こうと思ってた。うん、だからもう、すごいもう焦ってるわけ、二人も。バー着替えて。まあ、一刻でも早くね。そうそうそう。着いた方がいいからね。春日さんが待たせてるから。うんうん、これも まずいわけです、やっぱり。で、岡田マネージャーから来たもん、メールが。あ、そう。何時ぐらいだっけな、うん、9時ぐらい前じゃないちょい。全然、全然もっと前よ。6時とか、5時過ぎぐらいだったかな、うん、今日、8時半ぐらいには、うん、入れそうなんで、うん、ソロコロまでに笠川さん、うん、スタジオ入りしといてください、みたいな。うん、ああ、まあまあ、はいはいはいと思って。で、7時ぐらいになったら、うん、そう、押してまして。やはり21時過ぎぐらいになるかも
すいません。はいはい、すいませんみたいな。もう文面でもなんかすげえ謝ってるのかわかるぐらいの。多分ね、うん、俺のプレッシャーかと思う。その通常番組の、うん、通常レギュラー番組の収録の、まあ、うん、休憩中とかに、うん、2回は稽古したいんだよな。うん、1回も稽古しないで、ネタ収録きついな、みたいなね。うん、その若林さんのを刺して、そう送ってきたわけだね。で、まあ押して、うんうん、まあこれは稽古2回も、1回も稽古できないかもっていう時間になっちゃったわけよね。うんうんうん、そしたらなんか、こう2人でこう TMC のさ、うん、駐車場まで行くわけよ。はっはっって、別に走ったりしてないんだけど、はって言うじゃん、あいつ。言う。焦ってる時。そうだね。すっごい独り言増えんだよね。ああ、焦ってるからね。焦ってると。うん。うん、あれ、なんで増えるんだろうね、焦ったら独り言って。だから、とどめて置けないんじゃない、その情報量が多すぎて。溢れちゃうんじゃないの。ああ。海外に。だから吐き出していかないと、破裂しやすくなる。体の中が。俺はね、結構ね、悲鳴に近いもんだと思ってて、やっぱ悲鳴っていうのは声を上げることで、俺ほら、最近猿から人間への進化の本をばっかり読んでるから、悲鳴を上げることで、こう、強い人の仲間を呼ぶらしいんですよ。へぇ。で、それはね、やっぱね、弱い人がやるらしいんだよね。やっぱ悲鳴を上げるっていうのは。今自分がピンチだよっていう合図なわけだ。そう、だから、悲鳴は。やばい、あとか言ってるじゃん。うん、それで、まあ駐車場まで走って、うん、まあ俺は台本を持ち、はい、あいつは助手席に乗るわけですよ。うん。うん。したら、うん、あーって大声出したんですよ。え？乗って？運転席でしょ？運転席に乗って。座ったぐらいの時かな、二人とも。まだ、エンジンかけて出してないぐらい。うん。うん。何？あーって言ったんですよ。うん。すいませんっつって。うん。パソコンを忘れちゃいました。何忘れてんの？なんで忘れんかなぁ。なんで忘れんのそれ。で、ふーって言ってたんですよ。それは多分取りに行くか、そのまま若林さんもう、ね、2回稽古してなっつってるから、もう、背に腹なわけよ。まあ、取りに行った方がいいけど、まあ、なかなか自分から言い出せないわね。って言って、それで、あいつは、ちょっと、ってきますって言ったんですよ。まあ、それはでもそうだよ。そう言った、うん、まあね。うん。うん、で、まあまあ、ばーっつって、走ってって、うん、で、俺は助手席に座って、あいつが玄関からまた駐車場に戻ってくるのを見てたんですけど、パソコンを抱えてるわけですよ、両脇に。はいはい、はい、うん。で、あーって、で、出てった時より悲鳴を上げて帰ってきてるの持ってんのね。もう、うわーって言いながら、また、運転席に、うわーって言いながら、あーって言ってるんですよ。うるせえなー。で、俺は、聞いたのよ。うん。うん、あれ、パソコンって、どこに忘れてたの？って言って。もう、はいはい。うん。ただ、前室の、テーブルの上です。あ、スタジオ近くの部屋の、うん、って言った後は、悲鳴が止まって、なんか俺とまあ、目が合う無言の 1.5 秒があって、あいつの目は言ってたよね、なんか。明日のラジオで話しますね、っていう目をしてたんですよ。わざわざ場所を聞いたから、俺が。明日のラジオ喋りますね。の後また、あか、始まるわけ。そのなんか、ラジオ話しますって時は、ちょっと冷静な。ムカついてるからね、向こうは。でもそれはもう話さざるを得ないね。そんなミスだからね。ミスってなんで忘れるんだろうな。あいつはやっぱり、そう、尾ひれつけたらもうすごい怒るから、うん、この間も担々麺の話、ね、担々丼に、2杯って言ったら、あれ、ミニ担々丼2杯ですからって俺は言われたんだから、月曜日に。ガキさん、タンタン丼に入って喋っちゃう。ミニタンタン、セットのタンタン丼なんでミニなんですよって言われましたからね。いや、タンタン丼を食べてることがおかしいからね。サイズはどうでもいいのよ。でも気になるんだよね、本人。だから、岡田のパソコンですから、その、まあ、K' ステージの、まあ、情報っていうか、うん、ね、未来が詰まってるから、これお金に換算したら、まあ、12億ぐらいの価値がある。そんなあるわけないだろうよ。ないよ。何入ってるか知らないけどさ。
そんな別に。で、焦ってるから、その、秘密情報はないでしょ。大事なパソコンをね、あいつは、後ろの後部座席のピューン投げて、バンバンバンみたいになってるんですよ。急いで出なきゃ、バン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 みたいな。人の車だけどね、それ。なんか、俺は思ったよね、後部座席のシートに、こう、パソコンの角の部分を刺さるような感じで投げるなよとは思ったんだけど、まあ、それは俺は言わない。いっそ人の車だからね、よくないよ。しょうがないか、焦ってるしな。そうそうそう。それで、まあまあ、車出して、うん、まあ、出発して。うん、で、まあ、空いてて。はいはいはい。うん、まあ、思いのほか、早く着いたんですけど、うん、なんか俺の方もその、2回は稽古したいっていう気持ちが強いのね。うん。うん、で、スタジオのさ、駐車場にわーって入って、うん、で、まあ、荷物、うん、抱えて、うん俺はほら、助手席から、うんうんうん、降りるじゃない。はいはい、それで、ま、走ってって、うん、自分の学校に走ってったわけで、もう、9時過ぎ。はいはい。うん。うん、で、まあ、もろもろ用意して、うん、で、なんか、挨拶も行けたし、メイクもできたし、着替えて、うん、リハもできたし、うん、で、春日と、結局、稽古2回できた。うん、うん。で、したかな、そうそうそう。うん、よかったな。はいはい。って思って、で、うん、本番始まりまーすってすぐなって、うん、裏でこう、待機してたら、はい、レイジさんに、うん、話しかけていただいて、はい、小林くん、助手席乗ってたやんな、つって。うんうん。あ、はい、つって。うん、若林くんの車の後ろやって、うん、ってスタジオ着いた時、若林くん助手席乗って、うん、はい、つって、うん、車降りて、うん、ドア、うん、運転席のマネージャーに閉めさすのよね、うん、えって言ったら、うん、なんか俺焦りすぎて助手席のドア、うん開けて、荷物抱えてダッシュで出て閉めるの忘れてたらしいんですよ。ああ、なるへそ。もう行かなきゃいけないっていう、うん、そうそうそう頭だから。そうそう。で、はいはいはい、それをなんか、うん、その、岡田が、うん、その後、うん、車パーキング入れて、うん、運転席から助手席まで回って、うん、ドアを閉めてまた戻ったらしいんですよ。うん、なるへそ。うん。はいはいはい。で、あ、いや、そんなテンパってたんだと思って、うん、あ、俺、テンパってたんすよ、みたいな。あ、うん、そうなんや、みたいな、うん。なんか、そういうシステムにしてるんかと思った、みたいな。いやいや、違います、違います、みたいになるじゃん、そこは。まあ、そうだね。で、その後、また楽屋戻って、うん、岡田に言ったのよ。岡田、俺、うんうん、助手席のドア閉めなかった、はいはい、って、そのまま出てった、うんうん、みたいね、って言ったら、うんうん、ああ、そうなんすよ、つって。あ、はいはい、どう思ったって聞いたら、うんうん、あー閉めないんだって思いましたつって。なんだよ。なんか、うん、焦ってんだなと思いましてみたいなことで帰ってくるかなと思った。いやそうだよ。そんなに焦ってんだなって。あーなんか今日は閉めないんだって思いましたって。ちょっとムカついてんだよ多分岡田が。閉めろやって思ってんだろうだからね。あうん、急いでんのはわかるけど。閉めてけやつって、って言いながら、出て、バタッ閉めて。っていうのがあったんだろうね。そう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 。があったと思うんですよ。はい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 、ああ、いろいろバタバタしたってことですね。年末だね、でもそれもこれも。まあ、普段だったらないだろうね。ないなぁ。ないというか、そんなになんかスケジュールがね、はいはいはい、もうちょっと余裕持って、はい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 、組んでくれてたりするかもしれないもんね。あ、そんなもう、ね、うん、ネタ番組だし、はい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 、パッと行ってトンってできることじゃないじゃない。はいはいはい、はい。練習しなきゃいけないし。はいはいはい、はい。だからその前のお仕事もちょっとね、うん、早めの終わるとか。あれはね、面白いもんですよ、うん、やっぱり。通称は、謎の無言があるからね。いや、俺もね、うん、いろんなことがある中で、なんとかしてくれてのってことはわかるから、うん、なんかそういうつもりで言ってないんだけど、うん、楽屋がやっぱ無言になる瞬間がやっぱりありますよ。無言になる。うん。ほう。なんかこう、時間を計算するわけよ、その日に。うん、その、あ、これで、あ、今日何時に、あ、何時終わりなんだ。うんうん、あれこれ、検索ちゃんの前っつったら、あれ、稽古できる、稽古する時間あるかなみたいな、うんうんうん。で、春日の仕事入ってんのかなみたいな、見たりして。うんうん、あ、じゃあ30分ぐらいしか余裕ないんだ、うんうんうん、時間、うんうん、みたいに俺が楽屋で言うと、うん、
なんかこう大輔も岡田も黙るみたいな時間があるじゃん。何とかしてくれてんのは分かんねえよ。まあだからもう仕方がないっていう、うん、仕方がないんだよね。自分たちだけだったらなんとかなんだけど、うんうん、他のね、うん、演者さんの兼ね合いとかもあるから、うんうん、もうその時間とその時間しかできないってことだもんね。うんうん、だから、ケイダッシュステージはほら、ファミリー経営だからさ、その、なんつうの？そんなことは全員他人だよ。社長以下全員他人だろ。なんか、うん、なんか、ね、歳もさ、離れたりしてないからさ、その島崎敏郎さんと大輔ほどは。うん、俺と大輔は。まあそうだね。だからもちゃん離れてる。すいません、みたいな、どうにもなりませんでした。みたいな関係じゃないじゃない、うんうん、だから、謎の無言になるし。みたいな。うっすみたいな。それは別にわざとはないしね。仕方なくそうなっちゃうから、ね。それを言ったところで変わらないし。はい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 。だからまあ、うっすでしますし、済まさないと。で、こっちも別にね、おっすっていう。お互いに。分かってるからね。とはいえって話だもんね。はいはいはい、はい。そういう間の移動の時間が、うん、これこの時間で移動できるみたいな時さ、うんうん、なんか、独り言も言わないの？あ、だ、そうか、うん、お前あれだもんな、あのなんか、お母さんが運転してんだからな。いや、宮沢りえじゃねえんだからさ。いや、スペシャルウィークツッコミだね。いや、ツッコミだよ。なかなか出ないよ、今の。いやいや、ねえ、鮮やかし、聞いていい？じゃあ。いやいや、おかしい。聞くほどのことじゃない。いや、聞きたいのよ。ちょっと聞かして、ちょ、チャレンジさせて。あ、何のよ。例えが合ってるかどうか。いや、恥ずかしいわ、そんなの。ちょっと流してくれよ。ちょっと、いや、聞き流してくれよ。いや、もう、いや、違う例えじゃなかったかな。違う例え？いや、だとしてもさ、間違ったとしても聞き流してくれよ。いいよ。スペシャルウィークにしか出ない。うん、ちょ、聞いてみよう。チャレンジしよう。お前、あれだもんな。あの、なんか、お母さんが運転してんだからな。いや、宮沢りえじゃねえんだからさ。なんだよ。確認すんじゃないよ。いや、あのね、うん、このラジオでさ、なんか、まあ、ボケとツッコミで二つに分けるのも変な話だけど、うんはいはい、言うなれば、俺がボケる方が多いじゃん。で、笠井さんツッコむ方が多いじゃん、毎週毎週。うん、だからなんか、はい長年そうだから、うん、ツッコミが鍛えられてんのか、うん、検索ちゃんのネタ終わり、爆笑さんと話すよ。さ、うん、太田さんが春日とトークするときボケまくんのよ、春日に対して。うん、したら、春日のツッコミがめちゃくちゃうまいんですよ。いやいや、太田さんおかしいです、俺。いや、私がなんとかって言ったんですよ。いや、だから、いや、違うんですよ。もう漫才みたいになってる。いいね、みたいになっちゃってんの。二人いい、相性いいんだね、みたいな。なんか、おっきい田中さんみたいなのもあるもんな。うん、いや、ないよ、別に。運動神経もいいし。おっきい田中さん。いや、太田さんがわけわかんないことをさ、言いすぎるからさ、普通にさ、なんすかって聞いてるだけなんだよね。もうわけがわからなすぎて。脈絡ないこと言うじゃん。脈絡ないこと言うんだよね。普通にそう、どういうことなんですかって聞いてるだけなんだけどね。まあまあ。あれは不思議な感覚だって。うんそれやっぱいいんじゃないの？あの、今年はね、スーパーボールはね、うん、すごくね、いいんですよ。まあ、K' ステージのね、うん、ついてきてくれるマネージャーが歌詞ですからね、なんて言ったってね。うんうんうんまあ、去年は本当岡田でね、散々なスーパーボールでしたけど。岡田がね、グレーのスウェットね、上は。うん、で、下は、黒のスウェット履いて、片足をね、膝までこうスウェットを膝上げて、うんうん、で、革靴ね、革靴履いてるという。そう。で、うん、ラーメン二郎の T シャツを。ラーメン二郎の T シャツをスウェットの下着て、うんで、岡田ね、スウェットさ、膝のさ、とこまでタクシー上げてさ、うん、入ってた理由が暑いからっていう、理由で。俺最初ファッションで片足だけ上げるってあったのよ、昔、ヒップホップの人たちが。ね、それで上げてんのかなと思ったら暑いからっていう、理由でね。いや、そうね。うん。で、ほんとサラリーマンの靴下あんじゃん、紺のさ、ああいう。で、膝まで上げて紺の靴じゃないって革靴ですからね。うん、なんか、どっかに落っこちてズボン濡れちゃった人みたいになってたんですよね。うん。で、代わりにスウェット履いてるみたいな。うん、で紙袋一つ持って飛行機乗るしね。うん、そう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 。紙袋一つとね、ラーメン二郎の T シャツ
やつ、ね、スーパーボールね、うん、50回大会ですから前回その50回の中で一番良かったんじゃないかって言われてる、あ51回か、まあそうだね、51回でスーパーボールで、あれはいい試合だったからね、まあ、今回もねペイトリオツっていうチームとイーグルスっていうチーム対決なんですけど、このペイトリオツのブレイディっていうクォーターバックね、スター選手ですよ、これがもう本当もうリーグ1位 で5回スーパーボール優勝してるんで、もうアメリカ1のスーパースターでマイケル・ジョーダンに並んだか越したかみたいなこと言われてるんですよ、アメリカではね、まあスーパースターだよね、スーパースターで、で今回6回目優勝するかどうかなんですけど、その5回大会の時に、あ、5回目のスーパーボールが去年で、まあ岡田来た時で、で俺はファルコンズの応援になってて、ファルコンズのジャージーまあ着てて、はいはい、でそのブレイディが大逆転した51回の中でも一番の逆転劇なんじゃないかってね、言われてる、今までのね、スーパーボールの中でもね、そうそうそう、一番のやつ、でそのブレイディのジャージの M をあいつ買ってて、でそれがこれでブレイディいつかまあもう近いですよ、40歳なんですよ、引退がしたらどうだろうねって話してて、今回優勝するとすんじゃん、まあ、明日ですよ、ね、明日ですけども、優勝するとしたらどのジャージが一番価値が出るかなみたいな話を岡田としてて、ああ今までの、そうそうそう、ブレイディの勝った、勝ったスーパーボール、やっぱ引退する間際のところからとか、でも51回大会のファルコンズのペイトリオツの逆転のスーパーボールねって言えば、伝わるようになってね、伝説の試合だから、まあそうだね、だからもしかしたらって言って、あいつねなんかねそのジャージをね、なんかね、なんつったかな、なんかね、クリアファイルみたいなね、クリアファイルじゃねえ、あれな、ケース、なんつうの、にね、入れてね、空気に触れないようにして保存してるらしいのよ。今も？今も。で、何が悔しいって、俺はなんかね、ブレイディが、去年はなんかちょっと勝ちすぎてるから、ペイトリオって。なんかちょっと、まあ、アンチっぽかったのよ。でもなんか、あの試合見てもすっごい感動して、もう魂がね、震える試合だったじゃない、だから、まあそうだね、ジャージ買っときゃよかったなと思うのよ。うん。で、なんか岡田はなんかいくらぐらいになりますかね、将来。すごいね。すごい聞いてきたの、今日。ああ、もうだって。今日って言ったらあれだけど、今日水曜日だからあれだけど。うん、来てないからね。なんていう意味で、日本に、を立つ前にね、はいはい、岡田に、ね、いくらぐらいになりますか、何年後が一番高いですかね、みたいなこと言われてて。なんなら買い取りたいと思ってんだけど、なんか岡田からさ、なんか、3、4、5万とかで買うの、なんか腹立つね、ラーメン代になるわけだから、全部。まあそうだね。だ言えないのよ、岡田に。ちょっと譲ってくんないかっていうのは。まあ、でも一番近い人間の持ってるのは岡田なわけだからね。でも奴はでも高く売買しようとしてるからね。将来的に。今電話して聞いてみようか。それなりの。いくらだったら売れるかなと思って。額で取引しないと若林さんも出会ってもね。いくら若林さんと会っても。で、春日持ってんだよね、ブレイディ。私はしてますよ。うわ、買ってたもんね。よくあったね、でも M のサイズ。51回大会の、ロゴ入ったやつでしょ？ああ、まあそうね。よくあったね。どっか探したの？いや、だからあの試合前はまだ全然あったよ。あ、そうですか。そう、まあ両方買ったけどね、私はね。ああ、ライアンと。二つとも。いや、それ正解だわ。そうね。一生もんだもん、あれ。数が売るとしたら、俺、若林に売るとしたら、いくら？そもそもが結構いいお値段するもんね。2万円ぐらいするか。まあ、ちょっと、スマホからかけていい？あ、電源切っちゃってな、一回、ね、二郎さんの電話が着信あってから怒られて。電源切るようにしたから。なあ、佐藤二郎さんのね。そう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 。放送中に電話かかってくるから。ね。テレビで、放送されちゃって、ラジオ中に電話かかってきて出たみたいな。まあちょっと交渉してみれば？岡田って日本放送、お、奥田お前、マイク当たってるだろ、髪が。ちょっとびっくりしたね、なんかね。ないないからやってんでしょ？まあまあまあ。ガサガサ。何年やってんだ、ラジオの。放送作家。突風が吹いたみたいな。狭いからか録音だから。普段のスタジオより。
さっきね、水曜日だから、吉田久則が、ラジオやってブースにね、もう入ってて、通り過ぎたって、ちらっと覗いたらね、ラジオのスタッフさんと吉田久則全体のムードでね、うん、チーム感がなかったね。そんなことないよ。うん、そんなことないでしょ。そんなことないですか。放送前でなんかちょっとお互いにちょっと緊張ピリッとね、仲間であるけども緊張感持って、 うちみたいなこんなね、放送中なのか放送前なのか分かんねえようなさ、ヘラヘラした雰囲気やってないんだよ。あ、そうそうだね。多分きっちりオンオフっていう、ね、もしあれだったらね、今回は編集できるからちょっとなんとか石井ちゃん今のとこね、うん、日本放送全体の問題になっちゃうで。いや、編集とかやも水曜とかも言っちゃってるしさ。うん、そうですか。まあいいけどもさ、 AKB のね、日ですから今日は。うん、うん、でこれ日本放送なんかピッピーってなってない？そんなことないかかってんのかな。一回消えた。ダイヤルされてるの？これ日本放送の電話あいつ出るか岡田。まあ出るんじゃない。うん、うん、あ、出る、どうなんだろうね。日本放送かどうか分かんないもんね。知らない番号からかってくるんだもんね。出ないか。出る人間なのかどうなのかだよね。出ないかな。うん、でもマネージャーやってるから出るんじゃない。知らない番号、知らない番号かってことあるでしょ。うん、うん、どうだろう岡田。出て出んだろうな岡田マネージャー。うん、うん、あ、はい、あ、もしもし、はい、若林ですけども。あ、はい、あ、はい、お疲れ様です。あ、今日本放送からちょっとかけてんだけど。はい、はい、あ、そこ今生放送中でこれ流れてんだけど。あ、はい、な、ないよ、なんかちょっと回ったけど。あ、すいません、ちょっと、うん、録音かなと思って。おーい、何やってんだよ、何やってんだよ。いや、生の手でやってたのよ、今日。おい、ギリギリでやってんだよ。はっきりと言うなよ、はっきりと。あ、すいません。録音って単語出すなよ。わかるだろ、それぐらい。お母ちゃん、それで、ちょっと今、ちょっとトークしてて、っていうのは、はい、ブレイディのさ、優勝した、去年のさ、スーパーボールのジャージの話今日したじゃん。はい、あ、はい、はい。51回大会の。はい。ジャージ、ブレイディの優勝ジャージ、実は俺買ってなくて、買ってなかったのよね、去年。ブレイディのジャージは、俺は、はい。はい。はい。で、すごいなんか欲しいなって気持ちはあって、はい。例えばなんだけど、まあ、俺だからって気使わないでほしいんだけど、はい、担当のね、はい、マネージャーだからって気使わないでほしい。はい、俺にブレイディの去年の優勝のジャージ売るとしたら、いくらぐらいで売る？うん、5万円。いやいや、乗せたな、だいぶ乗せたな。リアルなところで。倍以上してんじゃないかよ。やっぱそうだよな。そうですね、やっぱり。ああ、俺だったら5万、春日だったらいくらなのかな、売るとしたら。うん。10万。なんで倍な、倍の倍なんだよ。どんな違いがあんだよ。5万で刻むんだね。なんでそんな倍になんだよ。なんか結構ラジオでさ、ほら、歌詞がね、よく仕事できるみたいな話して、はいはい、なんか、お母ちゃんのことはちょっとこう、面白ネタみたいな感じで喋っちゃってるところあるじゃん。はい、あれって、はい、岡田的に大丈夫？いつか聞こうかなと思ってたんだけど。そうですね。今日、僕のこともよく喋ってくれるといいなとは思って。ああ、そうですね。できてる部分をね。はい。そうだよね。どうしてもキャラ的にそっちになっちゃうもんね。なるほどな。はい、逆になんかこういうとこ言ってほしいみたいなのあるの？ここ。あ、俺こういうことやってて。まあまあ、その、自慢というかさ、あれじゃないけど、はい、セールスポイントというかね、はい、こういうね、我々気づいてないけど、うん、そうそうそう、実はこういうアシストしてたんですけど、はい、みたいな。うん。うん。いやー、特にはない。ないかい。じゃあ無理だよ、よく言うの。いや、全てはえ、どういう、いや、どういう人なの今の展開。そういうのあればさ。よく喋ってほしいのに、お前からアピールすりゃいいじゃん。なんで、特にながら現状でいいってことね、じゃあね。見つけろってことか、こっちから。はい、あ、こっちから見つ、なるほどね。うん。はい、全ては出してるつもりで。全ては出してる。置いてきた、そこに置いてきた。あ、なるほどね、そうか。全然大丈夫だけど。そっか。歌舞伎町で、もう一回はい、歌舞伎町で、殴られた時って、どんな声あげたんだっけ。はい。うん。ああ
あの、皆さん知ってますかね、リトルトゥース知ってるよね、歌舞伎町で。あの、一回胸ぐらかなんか掴まれて、あの、ちょっとね、乱暴されたから、写真撮ろうと思って背中ね、写真撮ったらその、シャッター押した瞬間にその人が振り向いてね、胸ぐら掴んだ人が、何写真撮ってんだよ、つって、ね、殴られたっていう話なんですよ。殴られて、ね。ワイシャツビリビリにされてね。ワイシャツビリビリに破かれて。うん、駅まで走って逃げたっていう。で、警察ね、その写真持ってこの人に殴られましたって言ったら、捜査できないって言われたっていう話なんですけども ね。殴られたとね、駅まで帰ってきて、ああ、危なかったっつって言ったっていう。いやー、面白いねはぁ、もらったって言ったっていう。うん、まあ、男だよね。ねえ。うん、そうか、やっぱり、それはやっぱ定価では無理だってことだよね。まあ、5万。で、カスが10万ね。何だっけね。お友達価格みたいなことなのかな、俺は。あ、まあまあ、しょうがないよね。あ、まあ、ちょっと今、外、もう本当に雪でね、マイナス10何度とか20度。聞いてない人にさ、これって言ったら、もうそれはもうおかしい話じゃん。つけてくんないなんて言ってさ、それはもう、怖いよ、そんなやつ。うん。確かにな。そうでしょ、聞いたことない。いや、岡田を別にモデルにすればいいんじゃないの、グッズのモデル。だって、だいたい、ああいう感じじゃん、あの、リトルトゥースって。まあ、そうだろうね。男女の共通の体験してるから。平均的な。どうした、平均割り出したら岡田になる。どうしたんだよ。リトルトゥースの平均割り出したら。お前、そういう感じになるのか、うん、アウトデラックス出んのか。いや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 。アウト。無理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 。無理よ。うん。そこのステージでリングが当たれない。急に言うようになったって。急に言うようになった系のタレントになるのか、うん、あれあんな人はなかった。今まで我慢してました、ね。そういう目が、マネージャーに止められてましたよ。今まで我慢してたけど、急に言うようになった系のタレント目指してんのか、お前。いや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 。無理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 。うん、溜まってないからね。うん、まあだからそうじゃん、岡田はちょうどいいんじゃない。ああ。うん、別に。岡田がまだ認めないのよ。先週話したでしょ、俺があいつは10年前学生時代の時買ったスウェットのパンツ、1本しか家にズボンがないんだよ。うんうんうん、そう、まだ、で、チームつけ焼けばみんなと喋って、うん、リトルトゥースも、みんなメールで放送後に、うん、まあ放送後ね、俺残ってこう、メール見てから、あの、帰んのよ、いつも。あ、そうなの？そうそうそう。じゃあすごい速読ができるってこと？だってもう終わって3分後にはタクシー乗ってんじゃん。お前何うまい風な持ってき方してんだよ。いやいや、いやそうおっしゃる、別に若林さんのことを。お前の持ってき方、お前の運び方なんかに乗るか、俺。いやいや、俺ほどの芸人が。運んじゃないよ。運ぶなよ、俺のこと、お前。いやいや、運ぶじゃなくてさ。いや、若林さんの終わった後の行動を知らないからね。あ、そう、うん、見てるんだとしたらって話よ、うん。ちょっと俺は、お前、別に俺の行動見てないだろ、だって困る。見てないよ、それ。俺メール見てから帰んねん。ああ、だって早く読むんだねって話だ。なんでよ。いやいや、終わって3分ぐらいもタクシー発車して出てんだから。いや、出てないよ。うん。もう皇居のあたりにいるんだから、3分。だから俺、だって、いつも放送終わったらメール読んで、うん、結構大坪さんとなんか反省会っていうか、うん、軽くやってから帰ってるからね。あ、そうなの、そうなの、二人で、それ石井ちゃんとかじゃない、二人だけで、あの、ね、全員じゃなくて。石井ちゃんはね、なんか結構、うん、ちょっとあんまりね、なんかこう、うん、生々しい話になっちゃうから。生々しい、うん。ああ、そう。あの、ディレクターだからガチの。大坪さんは別にガチじゃないから。片手間ってこと？何よ、その。なんつうの、ちょっとこう、うん、中心からは離れてるじゃない。中心、いや、そんなことないでしょうよ。座って、タクに座ってんだからさ。いや、なんか言い方悪いけど、なんかその、うん、まあ、なんかこう、外野っていうかさ。それ言い方悪いよ、それ。まあ、だから、その、イージーってことでしょ？そう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 。いや、あそこああだったね、みたいな話して。はいはい、まあ、がっちりなんかね、そうそうそう、ダメ出しとかの反省はしたくないと。そう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 。まあ、いいとこだけを言って、
なんか話してみたいな、振り返ってみたいな。そうそうそう。って帰ってて、で、それで、そうなの？岡田さん変わってるっていうメールいっぱいあったよ、つったら、うん、なんか、いやー、みたいな。まだ認めないんで、自分が少数派なこと。なんなんだろう、嫌なのかね、少数派だってことが。いやー、なんかね、でもね、うん、今日、ちょうど今日なんだけど、うん、その話したらね、怖くなったね、俺。何がよ。怖かった、なんか。何が怖いの？いや、それで、チーム付き焼き場って何、7人ぐらいいる？これ。ワン、ツー、サン、なんだよ、ワン、ツー、スリーだろ、ワン、ツーで始まったら、お前。7だ。なんで急に、うん、輪に戻んのよ。で、10まで数えてみてくれよ、ちょっと。え？ 10 まで数えてくれよ。ワン、ツー、サン、シー、ゴー、ロク、シチ、ハチ、キュー、テン。うわぁ気持ち悪い。お前さ、今、テンはさ、うん、なんか何、何、うん、お笑いラジオに寄せてくれたの？それとも、うん、本当なの、テンは。ご、本当よ、別に。お笑いラジオに寄せ、なんでお笑いラジオって。ワン、ツー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ、キュー、テンなの？そうね。あとはでも長いからさ、ファイブとか。じゃ、じゃあ8からもう一回言って、10で15まで言って。15まで言って言って、ちょっと。8から。8、9、10、11、12、13、14、15。お前ちょっと、お笑いラジオに寄せてくれたんだよ。お笑いラジオに。なんだよ。お笑いラジオって。どういう分類があるんだよ、ラジオの分類。その他。やっぱそれは、うん、あれ、真面目ラジオ。真面目ラジオ。あ、ニュースとかってこと？ニュースというか。ラジオのジャンルもいっぱいあるよ。はいはい。我々はお笑いラジオね。あ、そう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 。はいはい。じゃあ、朝ぼらけとかは真面目ラジオってこと？そう、上ちゃんのさ。朝ぼらけはお笑いラジオ。いや、お笑いラジオじゃないだろう。ずーっと一人で変なこと言ってる。いや、そんなことないでしょ。朝の、朝帯は大体だ。タイトルがそうじゃん、朝ぼらけ、うん。いや、朝ぼらけは別にだって、その時間帯に、ね、うん、寄せたタイトルでしょ。あれは、あれだよ、お笑いラジオ。だって、ビバリーヒルズまでは真面目ラジオなんじゃないの？ビバリーヒルズは真面目ラジオ。いや、ビバリーヒルズはお笑いラジオでしょ。真面目ラジオ。なんで、高田先生やってるしさ。うん。松本のお姉さん出てるしさ。で、やっぱりね、一番あれ、かけはなさんだよ。あれ、AI スピーカーラジオ。ああ。そうだね。すごい機能だって言ってたからね。ミュージックソン、去年の年末ね、うん。いや、お前これ、ちゃんと返して、うん、今日初めて聞く人もいるわけだから、ちゃんと返して話さなきゃダメだぞ。当たり前のように話してるけど。今 AI スピーカーラジオで僕が言ったのは、うん、去年の年末にチャリティーミュージックソンっていう24時間のチャリティーの番組のパーソナリティを務めさせていただいたんですよ。うん、僕らと、東島アナウンサーで。そこまで丁寧に話すの？で、その朝方に、かけはなさんっていう、かけはなさんっていうのは、日本放送のアナウンサーの、男性アナウンサーの方で、うん、来た時に AI スピーカーを宣伝するっていうコーナーがあって、うん、自分で開発したかのように喋ったんですよ。そう。で、それが語り草になってるんですよ。そうそうそう、うん、だから今、AI スピーカーラジオって被せたんです。うん、5ヶ月後に。っていうのが天末。うん、丁寧に説明したね。俺さ、この間昼間に来たのよ、うん、日本放送に。あ、そうですか。いや、お前もいたんだけど、バカ野郎。で、なんで昼間に来たかっていうと、うん、武道館でライブをやるじゃない、うん、ね、から、なんか、撮影したんですよ、実は。はいはいはい、もう先に行っちゃうと、うん、武道館の前で撮影したんですよ。うん、で、昼間ね、うん、ここからのロケバスっていうか、まあ、車乗って移動するって用意してた時に、うん、柿花さんがラジオやってたの、ちょうど。はいはいはい。で、流れてたの、日本放送の中に。うん、あれ、日本放送の中ってやっぱ日本放送流してんだね。うん、当たり前じゃない、それ。俺ね、伊勢原 FM 流してんのかなと思った、日本放送の中では。意味わかんない、それ。うん。それは各局自分とこのラジオ流すでしょうよ。で、流すとしたらね。で、うん、トイレ行ってたらさ、うん、あ、柿花さんが喋ってると、はいはいはい、柿花さんといえば、うん、AI スピーカーだよなーとか思ってたの。わかる。それで、うん、で、トイレ終わって手洗ってたら、うん、いや、なんか、うん、AI スピーカー
ってありましてね、うん、みたいな話を。え？また ?5 ヶ月後に？僕ちょうどあのチャリティーミュージックソンで AI スピーカーを紹介してたらオードリーの2人にいじられてみたいなのちょうど始めて、俺多分毎週行ってると思うんだよね。ああ、何なんだろうね。何なんだろうね。ただの消費者なのにね。我々と同じ。うん。うん、でももうそのイメージやっぱ強いね。AI スピーカーやっぱそのさ、うん、電気屋さんとかで見るとやっぱ柿原さん思い出すもんね。これ柿原さんが言ってたやつかどうだっつって。もう AI スピーカーといえばみたいになっちゃってるもん。まんまでも成功だよね。成功かもね。うん、柿原さんの、もう狙いだったかどうかもわかんないけどさ。うん。AI スピーカー側でさ。でも皮肉なもんだよな。いずれ AI スピーカーに食われる存在であるのにさ。宣伝してるっていうのは。食われるかどうかわからんけど。まだ決定じゃないけどね。うん。そういう可能性もあるんじゃないか。いや、それで、うん、あれよ、岡田の話よ。ああ、それなんでね、それ認めないと。いやね、全員ね、チーム付き秋葉もね、うん。うん、スウェット一本しか持ってないのは家にズボンが、うん、おかしいって言ってたよ。さすがに少数派ってことは認めてくれるよねつって言ったら、うんうん、いやでもそのチーム付き秋葉にいっぱいズボン持ってる人が集まってるだけかもしれないのでって言うのよ。なるほど、この有効のなんつうのな、ね、調査した時の有効の人数じゃないと。そうそう。参考になる。そう。ちょっと少ないと、その数が。で、もともと変更報道をしようとして、うん、そのデータ取ってんじゃないかみたいな言い方をしてきたわけ。そこまで。じゃあもうある程度の人数のデータ集めないと、信用しないってことだね。信用に足る、そのデータの数じゃないと。っていうことになって。なんだよ、もう。ちょっと今電話できないかな。寝てるかな。あでもなどうさ、今日一緒だったんでしょ今日の感じでもね、うん、ちょっと怖くなってんのよ俺実は。何がよ。でそれでさあいつさ、うんうん、なんか俺がこう毎週毎週言うじゃん、うん、でなんかこうこれってなんかもうあいつ録音してんじゃねえかなと思って、うん、この会話を。はあ、うん、なるほど。なんかの時のために、うん、でバッと出すように。で毎週毎週俺がそんなこと言ってたらさ、うん、なんか、こう、何なんか、パワハラだっつってさ、うん、なっちゃうんじゃねえかなと思ったんだよ。そういうタイプでもないでしょ。まあ、わかんないけどね。うん。うん。で、あいつ、今日さ、うん、撮影で、うん、撮影始めますみたいな声が楽屋いたらかかったから、はい、あ、でも用事を使おうと思ったのよ。うん、なんでかっていうと、うん、ご飯にいっぱいごま塩を振りかけて食べたからね。うん、あ、歯に挟まってないよな。歯の間にごまが挟まってたら嫌だなと思って。まあまあわかるよ。うん。うん、で、岡田の、用事持ってきてもらっていいって言ったの、うんうんうん、したらさ、うん、ものすごい勢いでさ、うん、弁当の箱を開け始めたのよ。うん、おほほほ。俺用事、うん、これ弁当食うのかなって一瞬思ったんだけど、うん、したら箸を袋をバッビリビリって破ろうとし始めた。あ、やっちゃう、岡田それ誰か食べるとき破れてるの、うん、あれだから、うんうん、スタイリストさんかメイクさん絶対用事持ってってるからつって言って、うん、で俺は外にいる、うん、メイクさん呼んで、うん、用事をもらって、はいはい、それで急に弁当、はいはい、でね、うん、この話、うん、俺が岡田にね用事取ってもらっていいって言ったのよ、うんうん、だからさあいつ弁当箱を開け始めた時に、はいはい、あこいつ箸袋から用事取り出すって、うん、俺思ったから、はいはい、メイクさんが持ってんのよって、その時声かけたのよ。うん、でもあいつ、箸の袋を破るのをやめなかったのよ。うん、ああ、破る前に、うん、勢いで行っちゃってるんじゃなくて、うん、破らなくてもいいぐらいのタイミングで言ったってことね、うん、若林さん、うん。だけど、でも破ったの。とか言いながら。いや、俺のことをシカとして。聞こえてない。距離的には遠くないもんね。だから絶対聞こえてる距離でしょ。却下したんだよ俺のことを。ああなるほど。うん。だからあそうですねって言ってやめるぐらいの時間は与えてたわけでしょ。あった。それで、うん、ちょっとねあいつねこう自分しか信じない。
自分しか信じないことを自信って言うのかもしれないけど。まあ、字のごとくだね。まさにね。それで、なんつうの、コーヒーのさ、なんかこう、なんつうんだろう、元が入ってる、こう、コーヒーにミルク入れるみたいなのの元が入ってる、それをカパってはめて、閉めたら勝手にコーヒー入れてくれるマシンみたいなのあるじゃん。あるね。いろんな味があって。なんか濃いコーヒーの液みたいなの入ったやつでしょ？そうそうそう。わかるわかる。で、俺がそれを飲もうとして、入れようとしたのマシンに。はいはい。で、あれこれ上の、このなんかラベルっていうの、シールっていうの、上のこう。なんかこう、めくるやつ。めくるやつ、ヨーグルトとかプリンみたいにさ。はいはいはい、カバーみたいな。カバーをさ、めくる、ね、めくって入れるのか、そのまま入れるのかなってつぶやいたわけ。はいはい、したら、岡田が、あ、それそのままで大丈夫ですって言うのよ。うん、で、そのままじゃあ入れたの、うん。で、上の蓋を閉めようとしたら閉まんないのよ。うん、あれと思って横にある説明書みたいのがあったから、うん、パッて見たら、うん、ラベルを取ってから、中身を取り出して入れてくださいって書いてあったの。うん、で、俺なんかもうそういうのほんとダメなの。憶測が嫌いだから、俺は。わかるわかる。で、岡ちゃん、憶測やめようよ、つって。なんで、カバーを開けないでいいって今思ったのつって言ったら、いや、前の違う現場のコーヒーのマシンがラベルをめくらないでよかったからです。あー、まずいね。で、同じマシンなのかってなっちゃう。まあ、そうだね。多分違いますって言ったのよ。じゃあ違う可能性もあるって思ってないとっていうのがあって、うん、そうそう、うん、岡田が着いたばっかりの時にね、うん、俺はなんか、ね、うん、はい、それで岡田この番組ってお弁当出ないのかなつって言って聞いたら、うんうん、出ませんって言ったのよ、はいはいはい、で俺が出ないんだ、まあでもお腹空いてるけどまあしょうがないかとか思って、うん、でも珍しいな出ないんだなと思って、うん、でトイレに行ったら、うん、なんつうの、ケータリングっていうのを料理する人が来て、だから自分で取りに行くパターンね、お弁当はその楽屋に入ってんじゃなくて、うん、そういうなんか取る、うん、そうそうそう、ところがあって、そこまで行ってもらいに行くってやつね。もうなんなら、豪華バージョンだったっけ、その場合の、ね。7種類ぐらいのメニューが選べる、その、あれが来てて。で、学校が帰ってきたら、岡に、なんでないって言って、まあ確かに弁当はないんだけど、うん、で、ご飯がないっていうニュアンスだったから、つったらやっぱりなんか、いやーなんか、弁当が楽屋に届いてなかったんで、みたいな。うん、なんか、だから、タコスケが憶測で物言っちゃダメなんだよっていうのは言ったわけよ。まあそう。だから、天才はいいよ。うん。うん、天才はいいけど、それでだから、正解出してきたらね。そうそうそう。そうそうそう。正解バンバン出してくる実績あったら、こいつ、それを見せてくれてたらってことでしょ？若林さん、事前に。で、なんなら、岡田は耳痛いかもしれないけど、これを俺が言うと、歌詞なら憶測で言っていいのよ。なるほど。実績があるからね。うん、後輩だけどね、歌詞マネージャー、岡田の実績があるから。はいはいはい。もともと信用されてないやつが、憶測で言うなよって、お前のことそんなに評価してねえぞっていうところだよね。うん。だから、せめて、うん、例えば、多分とかつければまだでしょ、うん、多分これ、フィルムつけなくてもいけるやつだと思いますぐらいだったら。それで思い出したんだけどさ、うん、でも俺もさ、クソジジイになってきてんだけど、うん、またトミーの話に戻んだけど、うん、ものすごい勢いです。あと50枚、チケットがあって、もう、青森でもなかなかこういうイベントないですって盛り上がったの、うん、今日。石井ちゃんと奥田大と、まあ、みんなで、はいはいはい。もうそこまで売れたかと。やったやった。はいはいはい。でもね、うん、俺は最初、青森でライブやりますっていう時に、うん、大丈夫って言ったのよ。うん、たら全員が大丈夫です。オードリーなら大丈夫ですみたいな。うん、いや、それ、うん、俺、憶測が嫌いなわけよ。はいはいはい。で、憶測が嫌いなんで大丈夫です。絶対埋まります。これも間違いないです。いや、でも、なんか札幌とかなんかイメージあるんだけど、うん、いや、札幌より青森らしいっすみたいなことを言ってた、確か。うんで、うん、で、まず、俺は黙ってたよ。黙ってたけど、まず1個目がね、うん、チームつけ上げ場への不信感。うんうん、まず1個目が、うん、青森は、函館とか岩手とか秋田からもみんな来るんですと。はいはいはい。だから、逆に札幌は札幌の人しか来ないから、札幌より青森なんですみたいなプレゼンがあったから、俺知らない。俺は確かに知らないし、はいはい、ああ、そういうデータがあるんだって。もう信用するよね。で、思ったの。で、その、どこのチケットの、
あれ場所で買ってくれたかっていうデータみたいのがあるんだけど、ほぼ青森だったんですよ。ほぼ青森の方が来てくれるんですよ。来ないじゃん、いろんな県から。でも他の、でも、ちょんちょんちょん。ちょんちょろ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 っていう感じ、うんうん、それででも俺は言わないよそんなの、大人げない、売れたんだからいいじゃないと思って。なるほど、蒸し返すのもね、うん、であと、うん、あのもう一人いんのよ、うんうん、あの先般が、先般聖堂ね、聖堂、聖堂さんは何が別に、聖堂は埋まる絶対大丈夫、オードリーならって言ってたの、うんうん、で俺が不安がりだから、はいはいはい、でもね、でも長いから分かんじゃないの、うん、経験があるからさ、1500枚に到達した週があったっていうニュースが流れた週があったの、会議で、うんうん、1500枚行きました、はいはい、わー、はいはい、何週間か前、うんうん、でその時に聖堂が、うん、もう大丈夫だね、1500行けば2000のキャバで1500埋まってたらちょっと空いてるけど上はでもいっぱい入ってるようには見えるのは1500だから、もう別にすごく頑張んなくても目標達成って言った、うん、いや、お前、埋まるって言っただろ、せいで怒るなよ。タゴスケって思う、思った。やめなさいよ。みたいな。でも先輩というかさ、年長者なんでさ。なんならもう、恩人ですよ。そうだよ。フリートーカージャックからこのラジオをね、プレゼントに、日本放送に、うん。でも、タコスケなことには変わりないのよ。まあ確かに、だから。そこはね、だから、聖堂さんには、例えば、せっかく前ってなった時に、はい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 ぐらいの感じでいてもらいたいってことだよね。まだこっから伸びるだろうねとか、はいはい、こっから頑張りどころだねだったわけ。まあ、これは予想、まあまあ、うん、そうだろうね。うん、そう、せっかく前はそら売れますよっていうぐらいの感じでどっしりしてってもらったら、もう何だろう、よーしみたいな感じで。そうよく、よかったみたいな気がする。1500を言ってたよね。タコスケお前埋まるって言っただろって思って、まあ、顎からタコの足が生えてるの見えましたタコスケまあ、それはそうだね、ちょっとね。セドセドタコラです。しょうがない、ね。しょうがないんですよ。顔も赤く塗ります。まあ、青森では。うん、罰だ。罰って。それで、その岡田の話で。で結局なんだっけな、うん。で、そういうことがあって、うん、だからその臆測やめよう。自分は分からないんだっていうスタンスでいようぜ。俺たちはタコスケだからっていう話したのよ。うん。うん。うん、天才は別だけど、はいはいはい。で、まあ、そんなことがあって、うん、で認めないでね、まだズボンを。それで、帰りに、はいはい、うん、あの、岡田っていうのはみんな知ってるかどうか分かんないけど、楽屋のに入れていただいた飲み物を大量に持って帰る男なんで、あの革のあのビジネスバッグにもう3本ぐらい入れてくやつなんだけど、わかるわかるわかるでしょ、まあ、私も持って帰る男だからね、うん、うん、持って帰ろうと思って目つけたやつだから、岡田が持ってなくなってる時はあるからね、よく言ったな岡田さん、言わないけどね、うん、それはさ、うん、そんな取り合いしてもしょうがないからまあ先行ったなって思いながら、うん、帰ることはまあ多々あるけどね、うんうんそれで、うん、あいつが冷蔵庫から、また例、あの、楽屋の中のね、うん、例のごとく飲み物を、うん、あの、物色してたんですよ。で、物色してんな、いつもの光景よ。はいはい、そしたら、あって声が聞こえたから、わ、うん、って見たら、岡田のへそから下が、びしゃびしゃになってたんですよ。何、うん、何よ、どうしたのえと思って、どうしたの、うん、と思ったんですよね。うん、そうね。うん。うん、で、あいつが、もう、うんもう、まだ、あいつの手に持っている、うん、水のペットボトルから、うん、水がこう、まだこぼれ落ちたの。ああとか言って手で押さえてんのよ。うん、で、どういうことかっていうと、冷蔵庫に、ちっちゃい冷蔵庫ってさ、うん、なんか奥にこう、そこから冷たくなる、金属みたいなの、うん、霜柱みたいになってるところに、ねうん、そこが冷たかったのが、ペットボトルの底が凍っちゃって、ピッ、くっついちゃってたわけですよ。なるへそ。で、あいつはそれを無理やり引っ張ったら、うん、そこのプラスチックが凍ってる部分に持ってかれて、破けたんですよ、はいはいはい。で、それをあいつは知らずに手に脇に抱えてたから、ドボドボドボって水がこぼれてんの、冷たって思ってから気づいて、もうびっしょびしょになった。よし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 。よしよしよし。で、手で押さえてたの、そこ。そこがもう半分くらい破けた。なんか、ドボドボドボって落ちてたから手で、よしよしああって押さえながらトイレに駆け込んでったんですよ。よしよしよし、罰が当たったな。
バチが。ちょっと電話して、でも聞いてないのかな、うん、ラジオ。どうだろうね。寝てんのかな。結構さ、ラーメン食べてる以外は謎だからな。何やってんだろう、ね、ラーメン屋さん行ってる以外は謎だよな、そういえば。うん。家で何してんだろう。いんのかな、家にこの時間。土曜だし。飲みに行ったりしてんのかな。もう一人でいろんなとこ行くじゃない、スポーツバーとか。ね、ああ、サッカー見てでしょ。なんか二丁目の店とか一人で行くらしい。え、うん、あ、そうだ、福田の兄貴のね。はい。あ、あれ、あれ、岡田、はい、はい、岡田です。あ、今何やってんの。今、ラジコで聞いてました。どこにいるの、家。あ、今家です。あ、そう。今ちなみに、どういう服着てんの。あ、今は、すいません、T シャツと、はい。下はスレット。一本しかないんだろ。それ一本しかないんだろ。はい。T シャツは何の T シャツなの。はい。あ、上はすいません、今日ちょっとこれからあれなんで、サッカーシャツ着て。これからあれなんでってどういうこと。はい。チャンピオンズリーグがあります。サッカー好き。え、何その、応援、あ、サッカーシャツ着てるってこと。はい。なんで、そう、応援するチームが出るってこと。一応、決勝なので、はい。決勝、はい。ほう、レアル、はい。レアルと、リバプール、はい。え、どっちのチームが来てんの。どっちのでもないんですけども。どこの来てんの、何のチームの来てんの。はい、何のチームでもない。何のチームでもない。なんだよ、そのさ、シャツ。はい、なんだそれ、着てないに等しいよ。サッカーシャツじゃないだろ、それ。はい、お前、着てないに等しいよ。脱げ、すぐ。着てます、はい、着てます。え、だってそんなおかしいじゃん。うん、野球で、巨人阪神だったら、はい、どこのチームのでもない、はい、白い野球のジャージ着て応援するとおかしくない。いや、そんな、あれは、なってますけど、おかしい。え、じゃあ、おかしくないと思う。はい、おかしくはないと思う。認めねえな、やっぱり。まあ、じゃあ、ちょ、サッカーの選手の気分を味わいながら見るってことだよね。そうですね。はい、それも楽しみ方の一つだよな。そうですね。ただ、その、レアルとリバープールの試合を、はい、野球のユニフォーム着て応援してたらおかしい。それはおかしいですね。でも、どっちのチームでもないの着てたらおかしくない。それはおかしくないです。いや、おかしいよ。うん、で、岡田、これ、ラジオね、聞いてる一人ずつメールで送ってくれた人も、はい、スタッフもみんなズボン10年前のセット1本はおかしいって言ってんのよ。はい。はい、でもう認めてくれるよね、ちょっと変わってるってことは。いや、変わってはないと思いますね。あ、変わっては。俺たちが変わってんのかな、はい、ズボンいっぱい持ってる。いやいや、ズボン持ってるのも変わってはいないです。はい。え、じゃあ全体的に何なんだろう、俺たちって。もう普通の人っていう感じですかね。あ、だからスウェット一本しか持ってないのも普通の人なんだよね。はい、そうですね。はい、はい。え？少数派ではあることは確かだよね。いや、少数派でも、ないですね。少数派でもない。はい。どういうこと？え、じゃあ、どのぐらいいると100人中何人ぐらいいるの？その1本しか思ってない岡田みたいなさ、人は。と予想してるわけ？10人ぐらい。少ねえじゃねえかよ。100のうち10人だけだ。100のうちの10って少数派だよね。90は他のズボン持ってんだもんね。いや、まあでも、まあ、少ないっていうことで。少ないっていうのは少数派じゃない。少ないでしょ、10人だと。少数とまではいかないですね。少数って何人ぐらいのことを言うの、少数って。少数は100人中。7。3人しか違わねえじゃん。1とかじゃねえんだ。何が7だよ。スウェット1本、スウェット1本、スウェット1本。岡田、スウェット1本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 、岡田、スウェット1本、スウェット1本、スウェット1本、岡田、スウェット1本、スウェット1本。なんだよ、怖えよ。
怖いよ。何今最後のハモリでもないしさ。お何今の。スウェット一本。スウェット一本だけじゃん。スウェット一本岡田までフルで繰り返すわけじゃないんだね。スウェット一本のとこだっけ。やっぱスウェット一本。変なところに入ってきてない。なんかちょリズムがね。リズムが悪いでしょ。ちょっと遅いじゃん入んのが。スウェット一本岡田。だから俺が岡田に合わせてたもんリズム。そうだ気持ちのいい入り方じゃなかったよタイミングが。ちょっとこう変拍子。というかなんか変なタイミングで入ってくるやつなんですよ。入ってくんだなんかね。いや本当こういう人だから。うん、いやちょっと恐ろしいね。うん。やっぱ頑固でもあるよね。頑固でもある。曲げないもんねやっぱね。うん。かといってね。だって、うん、タレントに本気で恋したら、うん、本気で恋したら行くって言ってる男なんだから。いや怖いわ。怖いだろ。何か大丈夫かね今後。何が問題は生まないかね。あのネクタイ締めないからね、うん、やっぱり、ね、襟がくあれしちゃう。汚れるからっていう、ね、汚れるからっていうことで、うん、まあまあまあでもいいやつだから、うん、まあまあまあ可愛がってほしいなと思うよ、うんうん、まあまあ変だと変なこだわりがあるってことだね。そうそうそうじゃあやっていきましょうか。いやーまあ言ってんのよ。はあ、何よまずいなあと思ってどうしちゃったのよ。いやお金よ。お久方ぶりだね。うーんおーまたなんかやった、うんうんうん、もうやってくれるパターンはもうないでしょ。もう出尽くしたんじゃないの。うんうん、いや俺さほらこの間あのぎっくり腰になったじゃない。はい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 。まあ、今治ったんだけど、うん、でちょっと体鍛えなきゃなと思って。ほうほうほう、うん、なるほどね。やっぱりちょっと運動不足だから、うん、そういうのになっちゃったと。まあ、正直ねその、うん、原因は分かってんのよ。もうヒロシのコーナーで暴れすぎたなっていう。あーあの一宮のライブでってこと。一宮のねベストバウト。うん、そうなのかな。わかんないよ。でもその3日後ぐらいだからね、うん、なったのは。2日後か。その、一宮の2日後にぎっくり腰になったから、まあ理由は定かじゃないけど。まあちょっと。まあ直接的な原因かどうかわかんないけど。まあとにかく急に運動したら、もうどっかやっちゃうって年なのよ。あ、まあそうだね。おじさんながらこっちは。で、ジムとか通おうかなと。で、今ね、ビッグスモールのあのゴンちゃん、うん、後輩のね、はい、同じジム K' ステージっていう事務所なんですけどね我々、うん、事務所の後輩ですけど、うん、まあ芸歴と年齢は上なんですけども3年ずつ、うん、事務所に入ったのがね遅くて、うん、でパーソナルトレーナーでトレーニングしててゴンちゃんが。生意気だね。うん、結構だってパーソナルなんてお金かかりますよ。で、それが、なんかこう、うん、高校の同級生かなんかで、お前をモデルにちょっとやらせてくれってことでやってるから。そう。そうそう。それいいね、でもその、10キロぐらいやってたんだよ、ゴンちゃん。2ヶ月か3ヶ月で。ええー、じゃ結構本格的に。本格的に。で、その結果をこう見て、うん、そうそうたるメンバーが、うん、私もやりたい。俺もちょっと教えてくれて、うん、そのパーソナルトレーナーの人にもう、うん、今やってんだって、そうそうたるメンバーが。そうそうたるってそれ何？うん。そのタレントさんとか、芸人さんとか。そう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 。ええー、誰とか言える？それ。言える人？まあ、気になる。まあまあここだけの話し、うん、まあセニョール玉木とか誰なんだよ。まあ誰なんだって知ってるわ。知ってたけど、うん、そうそうたるじゃないからね。そうすなんか一流のさ女優さんやらね、うん、あ女優さんね、うん、女優さんはいはい、とか、マネダ聖子さんとか。誰なんだよ。マネダ、松田聖子さんがなんかこう鍛えてるらしいんだよ、うん、今だから、マネーだ成功も鍛えなきゃいけないらしくて。なるほどね。本人に合わせなきゃいけないからね。そうそうそう。ああ、モノマネさん大変だよね。髪の色変えたら髪ね、うん、色変えなきゃいけないし。で、今度はそのツートン青木さんもね、モノマネばっかりだな、おい。で、それは、なんでかっていうと、うん、モノマネのキサラの楽屋でコンちゃんが着替えてる時に、うん、その体どうしたのってなってんだって。ああ、なるへそ。だからなんか、林もね、うん、始めようかなと思ってね、やっぱ多分ちょっと、若林のこと体重も増えてさ、ぎっくり腰な
なのかなとか思って、うん、で岡田にさなんか相談してさ、うん、楽屋でどう思うっつって、うん、パーソナルってどうなのかねあれっつったら、うん、やっぱちゃんとしてんのかなとか言ったら、うん、で岡田だってお前ジム行ってないよなっつったら、うん、いやジム行ってんすえって言われたんだよ。えジム行ってんのあの男って思うでしょ。春日も行ってるというか、なんかその登録してるだけじゃなくて、登録っていうかその行ってんだって、これが週2会員になってるだけじゃなくて週2で行ってる。えなんだそれ。あそう、うん、で最近っつって言ったの、まあ、体型がほら岡田マネージャーっていうね、あの、まあ、僕らの現場っつって、まあ、長いマネージャー今31ですね、うん、ぐらいで、まあ、ちょっとこう小太りのでラーメン毎日食べるっていう男なんですけど、うんうんうん、で最近行き始めたのって言ったら、うん、いや3年行ってますけど。3年いやいやいや、え3年行ってんのっつって、え全然、え痩せ全然痩せてないじゃんっつって、うん、えでジム行って、えじゃあその3年前よりは痩せたのって聞いたら、うんうん、いやあの7キロ太りましたっていう。なんだそれは不思議な話だな。いや全然意味ないじゃんジム行ってんの、その7キロも太ってたらっつって、うん、いや意味なくはないっすけどねっつって笑ってんのよ。意味ないよね。でな何笑ってんのっつって、 だって太ってんじゃんジム行ったっつったら、うんうん、いやでもラーメン毎日食べてるんで行って、うん、行ってなかったらもっと太ってるんでっていう。なるほど。じゃあもうああでもそでなんかでもそうなのかな、なんか腹立って、いや行ってなかったらじゃあ何キロ太ってんのっつったら、うん、あの10キロっすねっつって、いやまあ、かんないじゃん。えじゃあ10、うん、で7キロ太ってて行ってなかったら10キロ太ってるってことは、じゃあ3キロ痩せてるって思ってるのっつったら、うん、まあそう3キロダイエットしたってことですねつって。ダイエットした、いやすごいのよあいつの考え方が。まあなんかまあまああるんだろうな、まあ正義というか、うん、うん、岡田マネージャーの中ので、あの春日はさ岡田って太ってると思う、うんうん、いやもちろんもちろん、そうでしょ、太ってるでしょ、誰が見ても太ってるでしょ。で言ってみ今度、標準ではないじゃない。いやほんと言うと思うよ、なんかその何よ、あの太ってないですけどねって本当に言うんだから、本当に言ってみて今度、お前って太ってるのって聞いたら、いや太ってないですけどねつって。太ってなかったらそれ どこに体型、うん、自分の体型どこになんか、うん、あると思って、だから痩せてる標準、うんうん、そうそう、痩せてる標準太ってるでしょ、うん、大体、うんうん、で俺だってこれ本番前にさ、うん、そんな話 したくない、久しぶりのアメトークの前にさ、うん、そんな話したくない、うん、俺あいつに聞いたのよ、うん、健康診断で、うん、測るじゃないし、何、うん、体脂肪でその標準のとこじゃないだろ、肥満とかやや肥満とかになるだろっつったら、まあ多分なりますね。つって。え、じゃあ太ってんじゃん。つったら、うん。いや、でもその、言われないんで、って。人からそうそう。でもちょっともう一応、一回話すのやめようみたいな。言われてるけどね、若林さんにまず言われてんじゃん。それはカウントされないけど。いや、そこなのよ、春日。いや、春日ね、今まさにすごいいいこと言ってくれたんだけど。今俺が言ってんじゃんって話じゃないですか。いや、お前がね、今本当ね、春日さんの一言が今日のテーマで、あいつね、俺の、発言をね、カウントしてないんだよ。いや、マジでね。で、いや。なこれフォローするわけじゃないですけど、春日もそりゃそうだなって言うと思うけど、うん、仕事はめちゃくちゃできるやつなのよ。そうでもねえよ。いかだ、そうなっちゃうと、ほら、フォローじゃなくなっちゃうからさ。いやいや、言い方が、その、できなさすぎないし、うん、ね、うん、で、うん、めちゃくちゃできるは言い過ぎじゃない。めちゃくちゃはできないよ。でね、俺はほんと不思議なんだよね、うん、その、行列で密着が来ないのが、その、敏腕マネージャーってことで、あいつ。いや、来るわけないだろ、それ。うん、敏腕ラーメン好きマネージャーで来ないのがね。ラーメン好きだけだったら来るかもしれない、ね。忙しい合間を縫って、うん、ラーメン毎日食べて、ジムにも通ってるわけだからさ。で、黒いスウェット一本しか持ってないっていう。なんだそれ、気持ち悪いな。でね、ちょっと変わるんだけど話は、岡田がね、うん、なんかね、ラジオを聞いたのか、うん、なんかで、ね、見たのか、その、うん、ノーネクタイ話があるんじゃない？岡田ノーネクタイ話。うん、うん、もう。で、2、3ヶ月前に、ね、いや、ついに親御さんね、うん、なんか、母親に言われちゃいました。みたいな。うん。
うん、何よ。したら、何で聞いたか見たか分かんないですけど、うん、みたいな。その、ネクタイは、ちゃんとして仕事しなさいと。うん、そういうお仕事は、身だしなみ大事だから。はいはい、それはまあそう。言われちゃいました。つって、3ヶ月前に言ってきたのよ、あいつが。うん、で、いやそれはまあ、お母さんそう思うよ、そら、つって。まあ、親御さんだったらね。なかなかネクタイしないで仕事するって、なかなか、うん、っていう。うん、でも、一回もしてんの見たことないんだよね、それから。なんなんだ、あいつはよ。いや、だから、ついに言われちゃいましたって、俺への報告は、だったら言わない方がいいじゃん。うん、俺はしてねえなって思っちゃうから。で、うん、俺は別にしてほしくはないのよ。うん。うん、だけど、なんか俺に言ったことでしてない感が際立つから。何の報告だったんだろうね、その。うん、ね、だから、その後、うん、だから、なんかあるじゃない、うん、その後急にし始めて、いじられるのが恥ずかしいから、一回その言っとくっていうね。うん、急にして、し始めたら恥ずかしいから、若林さんに言われちゃったんすよって言って、そっから、ね、し始める。さすがね、優しいかもね、岡田への目線が。で、俺考えたらなんでじゃあ報告したんだろう、うん、多分だけど、うんうんうん、お前俺のことノーネクタイとかあんま言ってんなよってことだと思うんだよ。ああ、そっちか。お前が、うん、なんか何人聞いてるか知らねえけど、ラジオ、お前のラジオで、言うからうちの親まで届いて、めんどくさいことになってるぞっていうことか。ことかなーなんて。ただ、ただね、まあ今マネージャー岡田、うんうん、仕事めちゃくちゃできるやつですね。いやそうでもないのよ。いやそれ言っちゃうとほらフォローになんないから。できるやつぐらい止めといてよ。ね、うん、めちゃくちゃついちゃうとさ、うん、やっぱそれはもう嘘だから見逃せないのよ。できるやつだったら見逃せるのよ。いやそうじゃないんだけどな、もう全部一歩先で気づくやつなんだけど、うん、いやいやいや大体まあはぁはぁって言ってるよ現場で。できるやつははぁなんて声出さないからね。嘘になっちゃう。でね、うん、楽屋にいてね、着替えてる時に、うんうんうん、中に人を入れちゃうっていう話したよね。ああ、あったね、うん。若林さん着替えてる時にね、うん、挨拶来ていただいた他のタレントさんを、うん、部屋に招いちゃうっていうね。女性タレントさんでも。パンツ一丁のとこでね。そうそう。どうぞって言っちゃうっていう、ね。ちょっとお待ちくださいじゃなくて、開けちゃうの。ドアを。で、その、俺のね、なんか、うん、まあ、その、例えば下着姿、うんうん、もう僕はなんかその、ボクサータイプのね、トランクス履いてますけども。うん、それはまあいいんだけども。え？いや、それ別に。うん。これね、報告していただかなくても。うん。うん。まあ、パンツを履いて。パンツ姿ね。まあ、その40だから俺もさ、うん、そのおじさんの太ももをさ、うん、やっぱりこう、うん、20代のタレントさんの女子ね、特に、まあ見せるわけにいかないし、で、まあね、結構、ボクサーパンツで、なんかその、うん、なんか、そのスパッツみたいな素材あるじゃない、うんうんうん、なんつうのあの素材あるじゃんスパッツ、ね、ああいう素材のボクサータイプのパンツ、基本的に多いんで、俺。あ、そうなんまあ。うん。結構なんか、うん？いや、そこは別にパンツの種類、履いてるパンツの種類。ちょっと、そんなラジオだ、うん、ダメだね。いや、そんなラジオはすぐ、大体すぐ終わる、そういうラジオって。どういうラジオ？協力し合わないの、相方同士が。なんかその、自分のターンじゃなければいいや、みたいな。いやいや、別にその、パンツの素材。うるせえな、お前みたいな。で、見えちゃってる、うん、パンツの。いやいや。広げないと、お前が入ってきて。僕ね、そのパンツはどんな素材なのって言わなきゃいけないってこと？いや、そっちのラジオの方が終わるだろう、多分。どこを膨らませてんだよ、今も履いてんの、ちょっと見せてよ。いやいやいや。膨らますとこ。おいよ、その後俺が。なんでパンツ見せなきゃいけない。これが続くラジオ。いやいや。それは危ないよ、そのラジオ。いや、その先が聞きたいからね。ああ、その先が気になるから、はいはいはい、そのさ、まあうん。入れちゃうと、部屋にね。で、一度ね、結構前に言ったの、うん、いや、お母ちゃん、俺失礼になっちゃうから、その俺のおじさんの太ももを見せちゃうのは、うん、これはだから、ほんと、少々お待ちくださいって一言言えばいいだけの話だからさ。まあそう止めてあげてて、つって。失礼だから。向こうが不快な思いするからね。そうそう。でね、ちょっとタレントさん覚えてないんだけど、誰かが、うんうん、着替え中にすいませんって結局なったことがあるのよ。そう言ってても。そうそうそう。うん、で、この間ヒルナンデスで、佐藤しおりちゃんがね、うん、火曜に打つんだよね、確か。うん、そうね。ってことが
あって発表が、うん、で、うん、あの子まあ本当いい子でね、うんうん、そのラジオをねすごい聞いてくれてんだけど、うん、それもこう、うん、前面に出さないでね毎回言ってくるわけじゃないから、うんうんうん、と思ってたら毎回聞いてくれてんだけど前面に出してきたりはしないじゃない。はいはいはい。うん、そうね。で、あの話は、こうだったんですかみたいなちょっと話したりすることもあって。うんうん、で、結構聞いてくれててさ、うんうん、ってことで、うん、ズボンを、脱いだんですよ、俺、楽屋で。うん、したら、うん、岡田が、うん、あ、すいません、佐藤しおりさん、ご挨拶いらっしゃいますと。うんうんうんで、俺、パンツ一丁だったの、その時。うん、したら、ああ、じゃ、ちょっと待ってもらってて、って、俺言ったの。で、ズボンを掴みながら。うん、したら、おっかちゃんが、うん、あ、もうでも、来ちゃってるんで、つって。何来ちゃってるんでって。ドアを開けたんですよ。ね、なんどういうことなのそうなのよ。ただ、引くことだけ言わせて、仕事めちゃくちゃできるやつなんだけど。できないんだよ、そいつは。ドア着替え中に。それはダメだよ。着替え中にドア開けちゃうやつはできないんだよ。そう、無理があるって若林さん。いやー。できないから開けちゃうんだから。違う。まあ、聞いて最後まで。最後まで聞いて。それで、はい、で、俺は、で、知ってるから岡田が開けちゃうこと、俺は。うん。俺がパンツ一丁でも。だから、急いでズボンバーって履いて、うん、でも、うん、ドアがスーッと開いてくるのがスローモーションで見えてる。俺も急いで開いて、なるべくね。チャックは閉めたんだけど、うん、ズボンのボタンは閉めれなくて、うん、ベルトは通してない。うん、ベルトの あの穴を。うん、だからベルトはこう垂れ下がってる状態。うん、でも T シャツ長めだから、うん、その閉めてないのはバレずに、はい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 、ただ、そのチャック上げてボタンは閉めてないし、ベルト閉めてないから、うんしおりちゃんとね、最後の日よ、水曜日。喋、うん、ってる最中にズボンがズルーって落ちちゃったりしたら、その目も当てられないじゃない。いや、そうね。うん。気を使わしちゃうからね、そう、だから、ね、ズボンが落ちないようにさ、うん、かなり腰を引いてさ、こうやって、その、なんか引っ掛けるというか、そうそう腰に。腰に引っ掛けてさ、足もみたいな体勢でさ、うん、その、しおりちゃん最後のね、挨拶来てくれて、本当お世話になってとか、すごいもう純粋な目で言ってくれるわけよ。だから、うんうんその腰を引いてるってさ、俺が。なんかその、場合によっちゃどう見えてるって話になっちゃうわけよ。それはもうね、もしかしたら興奮してるっていうね。で、それはもうほんとダメよ。そんな風に。うん、ね、多分、しおりちゃん結構、なんか、本当に助けていただいて、なんか、すごい、うん、こう、すごくお礼を言ってくれて、うんうん、手紙とね、うん、プレゼントくれたのよ。うんうんうん、ね、ね、うん、ありがとう、つって、またどこかで、つって、うん、ラジオ聞きますとか、うん、武道館も頑張ってチケットをチャレンジしますとか言ってくれて、うんうん、嬉しいじゃん。で、また、つって、で、ドア閉まって、うんうんで、お母ちゃんにね、いや、岡田、いや、岡田、なんか、その、なんか、人見知りとかそういうことなのつって、俺は言ったんですよ。その、うん、着替えてるんで少々お待ちくださいでいいじゃない。まあ、そうだね、うん。言えないのかな、ちょっと待ってくださいって。うん、なんか言いにくいのかな、やっぱタレントさんだし、つって。うんうん、言ったら、いや、うん、もうすでに、うん、30秒、待ってもらってたんですよって言ったんですよ。ん？え？どういうこと？うん。で、どういうことって思ったの？確かに俺も。うん。で、その、30秒待ってもらってたんですよって言ってて、うん。あ、そうか、それで俺が、福田さんとね、スタイリストの、うん、なんか喋ってたから、なんかちょっとこう、うんうん、これ以上待たせられないっていう時間があいつにとっての30秒だったのかなとか。うんうん、勝手に帰りに思ってて、うんうんうん、でさっきねその話を聖堂さんと前室でしてて、うん、ちょそれ確かめようかっていう話になって岡田に電話したのよさっき、うん、ああそう、うんうん、もう事前にそうそうそうじゃちょっと待っててもらってたから、うんうん、やっぱどのぐらい待ってもらってたんだっけつったら、うん20秒ぐらい待ってもらってたんですよね。で、10秒なんか短くなってたんだよね。だからその、俺がその、待ってもらってればいいじゃんっていう時に、10秒足したんだと思うんだよね。その時はなんかその長めに撮るために。で、なんか、で、うん、聞いたら、その佐藤しおりちゃんの、その次の現場に行く感じで楽屋を出て来られて、うん、楽屋の前まで来た時に楽屋の、
外に岡田が立ってて、しおりちゃんが、まあ、ありがたい話、いい子、あの子、本当に、だからちょっと最後、挨拶させていただけますかって言って、で、その時に、ドアをちょっと開けたんだって。岡田マネージャー。岡田が。はい、若林さんの様子を見た。俺が、なんか、着替え始めてたんだって。あの、今から着替えようとしてたんだって、衣装から。そしたら、あ、着替え始めるなって思ったんだって、その時に。うん、もう。その時に、言ってくれればいいのよ、挨拶って。まあそうだしね。だから、その時にちょっとお待ちくださいってもう言ってたんだって。しおりちゃんに。ああ、なるほどね。で、20秒待っててもらってての、うんうんうん、これもう本当岡田がいけないのよ、本当に。うんうんうん、で、うん、もう一回来た時が、もう、うん、あの、ちょっと待っててもらってて、俺がズボン履く時で、いや、来ちゃってますってことにしたらしいのよ。うん、なるほどね。だからその、その、だから、第一報が遅いってことだよね。うん、そう、だから、その、な、うん、そう、第一報なのよ。もう、しおりちゃんがご挨拶来ていただいてますって言ってくれりゃ、着替えなかったし、うん、もしか、着替え取っちゃったら、すごい急いで着替えるし、ね、うん。で、その、あの、うん、ご挨拶来てますがなかったのよ、情報が、一報が。そうだね。うん、だから、岡田マネージャーにとってちょっと第二報だけども、うんうんうん、若林さんにとっては第一報だから、うん、そうそう、その一報分の、うん、タイムラグあるわけだよね。そう。うん。それで、まあ、電話さっきしてて、ということは、その、まあ、お前的にもうこれ以上待たせられないな、次の現場に急いで行く感じだなって見えたと、うんうんうん、雰囲気が、しおりちゃんとスタッフさんがと。うん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 、ということは、やっぱ、俺が着替えのめちゃくちゃ福田さんと喋りながら、うん、着替えのおっせえなこいつってことなのかなーって電話で俺が言ったら、うん、岡田が、うんま、結論はそうなっちゃいますよねっつって言ってます。やっぱあいつの中のなんか正義があるんだろうね。あるんだろうね。筋が通ってんだろうね。あいつの中で、ね、そうだろうね。おかしいけどね。言い方あるもうちょっとね。